こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ムンジェイン大統領の任期があと少しと迫っており、就任からの功績で韓国が崩壊へ向かっていますが、仏教の貴重な礎石にピクニック気分で座ったようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ムンジェイン大統領と大統領夫人のキム・ジョンスク女子が大統領府の裏側にあるソウルの南側丹波路の解放を記念した山登りをしながら、ポップフンサ跡地推定4ファムンの礎石を敷いた写真が公開され、論議を呼んでいる。当時同行した文化財庁長は大統領夫妻に対し、最近のこと、現在としては遺物的価値はないと述べたが、仏教界から相次いで批判が出ている。仏教界のジャーナリスト、方方新聞は、大雄殿の礎石を築いたムン大統領夫妻、青瓦台文化遺産認識水準の惨憺たる気持ち、というタイトルの記事を通じて、しかも、当該写真は、青瓦台が直接配布したことが伝えられ、青瓦台の仏教文化遺産認識に対する批判が高まっていると述べた。ムン大統領夫妻は、参考で方向寺と推定される寺院跡に到着し、蓮華門の礎石に座って同行したキム・ヒョンの文化財庁長と方向寺に関する話を交わした。ムン大統領は、過去の古い跡が残っているのを解放後に建て直そうと準備していたが、近親朝事件で解放された場所は全て閉鎖され、その副資材が残ったのですと述べた。これに対し、金町長は、今ご覧になっている礎石は最近のもの、遺物的価値はないと述べた。さらに、金町長は、交渉では、これがシルラ時代にまで遡るため、我々が専門発掘調査を行えば、そのような証拠が出るものと期待していると答えた。仏教中央博物館長の淡々僧侶は、方方新聞とのインタビューで、写真を見て、惨憺たる気持ちだったとし、聖宝に対する気持ちがどうか、この写真が見せてくれているようだと話した。それでは、ネットの反応です。概念のないムンジェイン。だから、5年ぶりに国をぶっ壊すんだろう。シルラ時代の文化遺産に座るという観念が全く理解できない。これは無知というより下品なのだ。そんな奴が連れている女房も同じなのだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。